を新世界と、そして連合東京大学の組み合わせ青持ってるんです。助けてください。もう少しまともな国会にするためにこの方法しかない。今回の衆議院選挙で100議席自民党から議席を削るしかないんです。そうすることによって過半数割れが起こる。少なくとも衆議院の中ではちゃんとした審議、そして暴走をスローダウンさせることができるんです。今これやらなきゃ、スローダウンさせることで何が起こるか、原発の再稼働を遅らせることができる可能性が高まる。そして今月の10日から始まる特定秘密保護法、これむちゃくちゃ危険なんですよ。今ある法律で公務員の情報漏洩は止められるんです。今ある自衛隊法で国の国防は守られるんです。なのにそれをわざわざ大きな網を張ってこういう法案を作る、こういう法律を通す、その理由何かご存知ですか？時の権力者に対して不都合、不利益になるような発言をする人間、どんどん弾圧できることにもつながっちゃうんです。表現の自由、そんなもの奪われる可能性がものすごく高いんです。だから日本中が大騒ぎになって国会でもものすごく問題になったけど、あっという間に採決になったら通っちゃうんですよね。強い国、美しい国、そう言っている安倍総理がやっている実態は何なのか皆さんご存知ですよね。この国の貧困率見ればわかる。6人から7人に1人は貧困。見てください、ここに何人いますか？6人から7人に1人が貧困だったら、ほとんどいっぱいの人たちが貧困だってことになりますよ。単身女性、1人で暮らされている女性、3人に1人は貧困。片親で子供を育てている人、 50% 以上が貧困。どこが美しい国だよ、どこが強い国だよ、ね。で、年金は削られて、児童扶養手当は削られて、一体何をやってくれてるんだ。税金ばっかり高くなって、皆さんが受けられるサービス、これから極端に減っていきます。そんな政治をやってるんです。自己責任で生きろ、貧乏人は死ね、それを進めているのが今の国会なんです。まともな人間を送っていただきたい、心のある国会議員を誕生させていただきたい。そこで言っているのが自民党議員100人落選キャンペーンと言っています。いくら思想信条が 100% 一致しないとしても、鼻をつまんで息を止めて投票してくれという話をしている。でもね、北区の皆さんラッキーですよ。どうして？青木愛さんがいるじゃないですか。胸を張って投票することができるんです。消費税をやめろと言ったね、そんなこと言ってお前財源どうするの、そんな話も聞こえてきます。簡単ですよ、あるとこから取ればいい、それが税金の基本なんです。ないとこから取るな、当たり前ですよね。累進性の課税を強める、当たり前です。収入に応じて多く負担できる人が多く払う、当たり前なんです。それが税金の基本なんです。当然だと思いません？大企業にちゃんとした法人税を払ってもらえれば皆さんに増税する必要ないんです。当たり前でしょ。この先法人税、大企業に対して大減税だっつってるんです。国の収入減りますね。誰が補いますか？皆さんですよ。皆さんにその穴埋めをしてもらおうと思ってる。ふざけんなよ。大企業は税率高いからかわいそうでしょ。 35.46% だよ。こんな高かったら大変だよねって言われてるけど、この駅前にあるメガバンク一桁台しか払ってませんよ。あっても10数%、おかしくないですか？どうして企業はそれで許されるの？企業が儲かれば皆さんに仕事が与えられる、給料も増えると言われている。本当ですか？仕事が増えた、よかったね。でもね、給料は6割安くていつでもクビにできる。非正規労働者を爆発的に増やす、おかしくないですか？給料が増える、給料が増えても物価が上がってる。一部の企業だけですよ、上がってんの。実質賃金16ヶ月低下、むちゃくちゃじゃないか。誰のための政治をやってるかは明らか。大企業、大資本のための恩返しが毎日行われているんです。力を貸してほしい、この状況を変えたい。力貸してもらえないですか？
あなたの1票を3票に、5票にもっと広げていただきたい。ここがチャンス。最悪の事態を抜けるためにはこの選挙で100議席削らなきゃいけない。北区の皆さんは青木愛以外ありません。力を貸してください。山本太郎でした。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。山本太郎参議院議員。